維新・下地幹夫除名カジノで本日日本維新の会がカジノに関連し中国企業から現金を受け取ったとして下地幹夫さんを除名処分といたしましたこの維新はカジノを推進しておりますのでこういったチャイナマネーによる汚染が他の所属議員に対しても発生していないかどうか 徹底的に調査を行っていただき、今後このような問題が二度と起きないように対策をとっていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。